10位モラリティスレイブ、そして4000粒の恋の歌、フリージアの少年、セカンドから来てますね。ちょっとね、なんかね、やっぱちょっと怪しいけども、のこのね効果音がで、あの盆栽さんという方からモラリティスレイブに関して、なぜだか好きなんですよ、題名といい曲調といい妙に惹かれます、一見当たり前のようなことで実は誰かが作ったものと知っていて、そこから抜け出しきれない自分を感じているからかもしれませんね。怖いですな。またいろいろね、いっぱい来てますけども、とにかく今回の10位ですね、今回のね、イエロモキベストデンの10位のモラリティスレイブでしたけども、時間の都合上4000粒の恋の歌とフリージアの少年は省かしていただきます。残念ですな。残念ですな、それで4000粒の恋の歌に関しておはがきが来ております。どれだっけな、これかな、これだ、高橋梢さんね、この頃少し変ねってね、初めは4節分の恋の歌ね、初めは長い曲だなぁとしか思っていなかったけど、恐れ恐れ、いつも聴いてるうちにマリーさんの悲しげな寂しげな、そしてジャガーさんに一途なところに感動したですね、誰が聴いたってこの曲は名曲だと思う、アコーディオンのような音が物悲しさを表していて好きだ、アコーディオンです、これは、ね、それとそうかな、フリージアに関してこれはね、誰だ、ザラメさん、一曲の中に一つの映画があるような頭の中でどんどん想像が広がっていきます、この曲を歌っているロビンちゃんの表情が好きです、気がついたら各アルバムから一曲ずつになっていました、4000粒の恋の歌とかロマンティストテイストとかあげたら好きな曲はキリがないので、あのね、なんだ、2000通ぐらい来てるんだよね、ちょっとこうすると嘘っぽいからやめよう、嘘500通ぐらい、全番組で1位、1位だった、入ったな、すごい、もう這い上がってきたね、俺たちは、下克上、見たか、エマ聞いてるか、エマ寝てんだ、寝てた、あのね、エマちゃんがちょっとコメントがね、あのお詫びの印ということで、来てるんで、テープをちょっとすいませんけども聞いてください。ギターのエマです。今日はですね、具合が悪くて欠席なんです。どうもすいません、後ろで聞こえてるのはやめて、誰でしょう、別にふざけてるわけじゃないんで、本当に具合が悪いんで、本当手紙書いてくれた人とか本当に申し訳ありませんでした。今日はひでちゃんがですね、僕の代わりを務めてくれることになってるんで、よろしくお願いします、ひでちゃん。で、何ですか今の後ろの、後ろの声はどこが、どこが具合悪いんだ、なんか、おいおいおい、ちょっとこれ勘違い、純粋なね、本当にストレートにしか考えられない子が多いから、勘違いしちゃうと困るんでね、本当に最近そういうの多いから、そうなんだあれは、あれは誰だろうね、誰だね、うちのスタッフかな、なんかちょっと聞いたことある、しょうがない、慌てちゃうな、急にないことやられちゃうもうあんた一人の体じゃないんだからいやもう改めてね、もう今エマをちょっと紹介しましたけども、ベースのヒーセです。あ、おはようございます。すっかりしてる、いやいやいや。今日でもさ、あの昼間台風さ、車でダータしてて楽しかったよね、この辺走ってて。あのさ、ちっちゃい頃ってさ、結構こういう災害なんだけどさ、結構こう天災っていうの、こういうの。天災ね、これみたいな。いやいや、そういう天災じゃなくて。それなんかあの結構あの楽しみでさ、土手行っちゃったりとかしてさ、土手、うん、土手まあ いやそう土手行ってさあのこう結構洪水になっちゃったりとかしてさ、うん、土手行きたいとか言ってそう土手行きてえなー、そう車いきなり車ダンボールで滑りてえぞ、滑れないよ今日この辺まで水があってさ、そうね、なんかね、そうそれでね、アニーもなんかはしゃいでたね、ダロムのアニーです、うん、あーどうもこんばん、お久しぶり、エマちゃんなくて寂しいだろね、なんかね、バロムマン野郎二人で一つ、うん、それでなんだよ、どうだった台風ね、うん、なんかあれだよね、やっぱこう災難なんだけど、やっぱり、うん、なんかあると嬉しいよ、なんか期待しちゃうよね、あの深夜番組の台風情報を見て、そうハラハラした少年、幼少時代思い出しますけどね、うん、そう、うん、なんか止まっててね、話が2時まで、2時にまだ天気予報なんですよ、2時まで待ってる、なんかそう、なんかそう書いてあるぞ、お茶の水で土砂崩れ、あ電車不通ね、うん、山の手、京浜東北、うん、山の手っていう人は親父なんだってよ、俺今山手線って言っちゃったけど、山手線じゃないの、山手線って言うんだって、あ、そう、うん、正式はそうなんだ、
いや正式か嘘か、これは国鉄だよね。もうねえかな。国鉄。おっ、ちょっとなんか流れが変だもん。え、浅草サンバーカーニバル中止？うん、あ、そうなんだね。ね。サンバカ？サンバカ？サンバカ。サンバカにイバル。サンバカーニバルはね、これは。ダジャレやるぞ今日は。これ何浅草サンバカーニバル？あるんだよ。浅草があのリオ、そう、リオのカーニバルみたいになっちゃったよ。明日はやる。いや朝やんのか、うん、これあれでしょ、うん、阿波踊り高円寺ね、高円寺新聞のやっとせーとか書いてあったね、うん、なんかそういうね、あの巷の催し物もダメになって、それで某バンド武道館公演延期、あら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 、なんかかな、いやでもね、これはスタッフの人とか尋常じゃないですよ、ほんとほんと、うん、ほんとね、あの、いや、ほんとさっきも車で話してたけどもね、うちが青年館がもしさ、うん、台風かなんかでダメになっちゃって2ヶ月後っつったらあのライブできないもんね、うん、もうテンションが違ってきちゃうんですよね、うん、いやほんとこれは災難でございます、うん、そうそうね、ダジャレも後でやろうね、いっぱいね、選んだんだよね、選んだよ、はい、あの、うん、ヒーセとエマ、アーニーがね、うん、ごめん間違えた、2人で1つだからさ、2つで1人で、うん、あ、そうかやりつつも今日もね素晴らしい、うん、あ、そうだ、うん、いい、どうぞ、どうぞ、チケットね、あ、そうだね、なんか一番肝心なことすみませんね、何が大事なんだ、なんと、もういいって11月24日中野サンプラザ特別電話予約今やってますけどもね、うん、とりあえず電話番号を言おう、でとにかくここ電話するとイエローモンキーの11月24日のサンプラザのホールのライブが買えると、うん、ね、特優先予約、うん、03-3405-9999 03-3405-9999、これ今電話すごいんだって、うん、うん、5万円です5万円つ、5万円つ、もうボス5万円つ、あー嬉しいわ、そうだ、もう俺たちもあとはその嬉しそうなコンビニのが一番嬉しい、嬉しいで、ジャンジャンも電話して、ジャンジャンのあのうちのボス、うん、あとメンバーを喜ばしてほしい、しい予約して買わなくてもいい、うん、ダメだ、買わなきゃ、予約だけで売り切れてほしい、うん、ね、もうこの勢いだからね、うん、ということで、先ほどから続いている9位だね、うん、これなんだ、ああ、やっぱりこの曲か。ドラスティックホリデー。ドラスティックホリデー、うんとね、さっき、アバンギャルコさんね、うん。この曲、最初は暗い感じで始まるので、このまま沈んでいくかと思いきや、サビの部分ではポップなリズムになり、最初の部分とこのサビの部分の音のギャップが非常に好きでございます。ついつい腰に手を当てと歌ってしまいますよ。うん、この曲を歌ってる吉井さん、ギターを着ながら歌う姿はとても素敵でございます。ああ、あのギターになね。ねねねね。ねこれ来てますね、いろいろね、いろいろちょっと抜きがちょっと甘くてちょっと読めませんけどあ、でもね、この曲ってさ、お母さん人気あるんだよね、お母さん、うん、お母さん、そう、うちの親あ、そうだ、菊池兄弟の親がこの曲いいわよ、歌うの、うん、歌うし、サビ、俺家帰るといきなりドラシックかって昼間からリハの時に話してたけどもさ、うん、なんだっけ、あのエマにもっと練習しろって言うんだよ俺にも言うんだよ、うん、あんたダメよ、そんなことやってちゃって、いいお母さんだね、大学してね、はい、大学してね、ビッグになって、うん、親孝行しような、第9位ドラスティックホリデー、地味だな、いやちょっと大人だな、いやいや地味だ、パート1、そう、吉井君に代わって、パート1はヒーセ君が担当させていただいて、なんで、なんだ、はっ、なんだ、何、うん、やだね、うん、いやだから文京区在住、期待しましょう、シンガーソングライター兼ダジャラ、ダジャラ、ダジャラ、期待しましょう、ダジャラ、なんとか、なんだこれ、何橋、うん、これな、なん、下橋コンタ、すげえ名前だ、ダメ、帰ってきたダジャレコーナー、吉井さん、リスナーの皆さん、こんばんは、さて前置きはハガキを持っていないので早速ぶちかましましょうと、季節ネタ、お、ほ、参ります、お、12月の挨拶はなんだ、なんだろう、しますいいのか、これで番組はこれでいいね、いいよ、どう思つか、うん、それでそれでこれなんかいろいろあるんだけど、もう省略省略夜の小話、男、おい女俺は今夜は調子がいいぞ、女、あら、なんでわかるのさ男、ふふふ、見ろ、今終わったばっかりなのにもう亀がこんなにタートルこれでいいのか、こういうことなのか、こういうことだ、そういうこと、っていうのは
ボクシーブルーラブの途中のベースみたいなもんだから、うん、ありがとうありがとうね、コンタありがとう、うん、次続いて、なんですかこれは、何でしょう、このままの名前で日野由美子さん、中野区、こんばんは、こんばんは、スタージャン着てるとスタージャン以上、それしか書いてないよこの人それだけすごいなこいつ、すごい42円だよ、そうですね、60円そう、どんどんもうもうどんどん行きましょう、どんどん行きましょう、つまみみたいに、それでそうそれで、川口氏のペンネーム、うん、ヒーセにバカと言われたい女に言って言って言って、えバカちょっとうちのおばあちゃん風に言ってみました。さあ、ロビン・ヒーゼン、ね、皆さんこんばんは、うん、さて私は40、50歳のおばあちゃんに囲まれて仕事をしています。ある日、みんなでお茶菓子を食べてる時のことでございます。ヒーセ町でって書いたかな、これを読んでね、うん、で私がおいしいと言うと、隣にいたおばちゃんがお菓子を持った右手を高々と上げ、おいしい蔵之助と言いました。この粉用にと、あれこれ考えた私の話では、すべて吹っ飛んでしまいました。俺、こういうね、おばさんとかおじさんが言うの好きなの、結構。おかしぶなね。そうそうそう。なるほどね。そう。いてつくような。そうそう。もう、すごい。顔見てるだけでもおかしい。そういうのが、まあ、来てるわけでございました。もう終わり？まだんでしょ？あとは。読んでみ。だけど、すごいぞ、これ。いいから読んでみ。いいのか、これ。うん、筆だってあれだよ、大宮市、ペンネームプリン姫で、これ結構ね、うん、いっぱいあったんですよこの人から、うん、この人常連さん、うん、あ、そうですか、いや待ってました、ダジャレコーナー考えましたよ、超ウルトラ天才的ダジャレを、さあ皆さん寒くして差し上げましょう。あ、してくれ、うん、第1弾、うん、モスクワにいれば腹もすくわ、寝台車コーヒーが濃い、ヒー、どうだ、甘いったか、ダジャレコーナーよ、カムバック。横にわけわかんない、なんかあの、絵が描いてあったりなんか。最高だ、最高だよ。どうして、今んとこ行ってみよう。そうかな。これよかった？そうね。そうね。で、これも、で、これはと、もう、どういう基準で選んでいいかわかんないで、一応ね、うん、5枚選んだんですが、うん、その最後を飾るのは、これ結構有名な、これ見たことある名前だな。森万純子最近踊さなかったあ、そうなの、ほで、いきなりあれだもん、小坂井さんはいお前おーいって、で何が出るかなあ、間違えた、吉井さんこんばんは今日もピューピューとだけでなげーよチルチルみちる、ジョーみちる、どんどんいかれたら、ネギをねぎる、考えちゃう、ベロンベラベロンベロン、夜かゆくても朝かゆい、お土産のお土産どうだこの森マンパワーはははは、吉井さんこれでダジャレコーナー復帰も間違いなしですね、じゃあまたその時まで一物ベイベーさいならすごいな、横に絵描いたんだけども、あ、喉痛すごいっすごいね、なんこれでいいんですか、いいっす、こういうもんなんですかこれは、もうヒーセのね、何がすごいってヒーセの読み方がすごい、うん、そういいじゃないですか、いいじゃん、それがえ、うん、もうね、すごかったねあの、この後はまだアニーのね、うん、なんだ、ダジャレ負けるな負けるな、そうなんです、果たしてどうなることや、そしてまたね、8位、うん、イエローモンキーベスト10、8位、ちょっと意外ですね、うん、意外ですね、これはちょっとね、俺はちょっとこれは嫌だよ、ご立腹、まあいいや、うん、またちょっと、うん、盆栽さんね、アバンギャルドで行こうよ、いやー CM の力はすごいですね、ナックファイブに流れるアバンギャルドで行こうよベイベーというフレーズが妙に好きでイエローモンキーのことをよく知りもせずについシングルを買ってしまったという、さすがナックファイブ、いわばイエローモンキーとの出会いの曲でした、うん、今でもこれがラジオにかかるとにっこり微笑んでしまいます、うん、ね、これのね、あのちょっとなんだこの子が、さっき質問があったな、アバンギャルドなんかね、ブリーチ、あ、これだ、あのね、うん、ワンワンさん、あのね、アバンギャルドで行こうよの冒頭部分の英語、うん、ブリーチプリーツクレバースを、うん、ビーチプリーズクレバーだと思っていた、ハマーお願い、何これ、わかんないな、ね、そうやって思ってたと、うん、これはね
すごくポップな曲でね、まあ、8になってしまいましたけども、うん、このブリーチ、ブリーツ、クレバス、全部女性初期のほどでございます。今週の第8位じゃないや。今週じゃない。あなたの選んだイエローモンキーの好きな曲、第8位はアバンギャルドで行こうよでございました。ね。ね。ね。なんだっけ、アバンギャルドのね、なんかね、ハガキが来てたんだよ。なんだっけな。もう一枚。ダメだね、こう、ハガキがね。これだ。吉田清美さんね。泣きたくなるほどかっこいいロックバンドイエローモンキーの皆さん、こんばんは。まさにその通りです。私は今スペースシャワーで流れた、うん、スペースシャワー見てる。9月1日に出るビデオの中のアバンギャルドで行こうよ、何度も見ては泣いています。なぜあんなにかっこいいんだ。どの瞬間のどのポーズが決まってるか、かっこいいか、また綺麗かをよく分かってるな、かゆいところに手がバッチリ届いてるなという編集にただただありがとうでございます、ホールがよく似合いますね。このビデオを見終えた今は、昨日のスリードック、この間のスリードックナイト最終日のことをあれこれ思い出して更新しています。新曲も聴けば聴くほどいいですね、と。マガジンバトル頑張ってください。マガジンバトル、マガジンバトル、マガジンバトル絶対負けないからな。負けないぞ。もう熱くなってきた。クーラーちょっと入れて。あのね、マガジンバトルもいいし、そのね、ビデオも9月1日、もうすぐ発売だね、本当にこういうね、あのスペシャルアワーでちょっと抜いて見てもらった方はね、こういう感想を覚えたそうですけども、ぜひ見ていただきたい、ね、ビデオもね、それでそのね、中野サンプラザと行って、バースデースリードックナイト終わって、マガジンバトルも勝って、11月24日、中野サンプラザホール。これでもう一回言おう。電話予約、今やってます。ね、優先予約、で東京03-3405-9999、東京03-3405-9999。本当にね、チケットがね、結構大変みたいです、取るのが。今ね、大変みたいですね。チケットあの売りじゃない人から買ってる場合もあったり、ね、結構大変な、いろんな職業の方がね、だから本当にこれで予約してもらえれば絶対に手に入ると思いますから、ぜひ、ね、見に来てほしいでございます。これはチャンスですよ。ってなわけですね、メンバーの皆さんに、ね、質問が来たりですね。サイデッカ、こんばんは。イエローモンキーベスト10、すごく結果が楽しみでございます。リスナーのみんなの好みが分かって面白そう。当日はね、メンバーの皆さんがいらっしゃる、質問があります、はい、皆様それぞれの好きな曲はもちろんのこと、ライブでやっていて一番気持ち良い曲、一番海の苦しみを味わった曲、反対に簡単に出来上がってしまった曲、メンバー皆様のね、家族のさっき兄今ね、何度何度いろいろ角度を変えたそれぞれのお好みが聞けたらと思います。まずヒーセ、俺好きな曲、好きな曲、これはね、ほんと難しいっすよ。あのハガキにもいっぱい書いてあるけど、3曲選ぶなんてのは本当に難しいっす。それでもまあ僕はさっきのドラスティックホリデーなんてのは、好きですね。好きそうだね、とかね、あとはそうだな、俺ねゴールデンボーイズが好きなんだけどね。え、ゴールデンボーイズ今回最下位だけど、同点最下位、意見が合わないな。あとね、そうナイトスネイルとか好きなんだけどね。ああいうのね、ね、あれは2位です、最下位が2位ね。ブービーね、あれやっぱりさ、君たち遅れてるよ。そうじゃないか。いやいや、でもね、演奏して気持ちいい曲とね、歌って気持ちいい曲と聴いて気持ちいい曲は違うだろうし、違うでしょうね。あとライブの印象もね、かなりこれはあのね、そう、自分たちがそうだったよね。だからガイタレとか見に行ってもさ、アルバム聴いてガイタレ見に行って、いざ見に行ったらなんか、あのアルバム聴いた時はそんな好きじゃないのにね、ライブ見てなんか好きになっちゃうみたいな曲ってあるじゃんね。なんかやってる気持ちよさとはね、見る気持ちよさとは違うんでしょうね。ね、兄ちゃんはどうなんですか、好きな曲、好きな曲、俺ね、ヒーセと同じようにね、俺やってない曲って、結構ライブとかでやらない曲って やりたいなって思っちゃった。社長、中野サンプラザ打ち込み用意。ドラムもう一人用意。そうっすか。パフパフとか。パフパフ。やりようがねえじゃない。ね。そうか。じゃあ、あの苦しい、一番の苦しみ。これはなんだろうな。なんだろうね。だ、個人的にそれはやっぱりほら、人それぞれ、例えばその兄だったらドラムだったり、エマダちゃんだったらギターだったりとか、ロビン君だったらメロディーだったりとか、歌詞だったりとかっていう。ね、まあでもそんなひいきはしてないつもりですけどね。まあね、っていうか、
星が、そうだな、海の苦しみ全部苦しかったっすよ、うん、本当に本当に本当に簡単に出来上がってしまった曲、パフパフね、うん、ね、一番やっててさ、うん、苦しい曲って何、苦しい曲、やってて苦しい曲、やってて苦しい曲好き嫌いじゃなくて、 あのね個人的に言わせてもらうとね、私はね、うん、ちょっとチェルシーが、チェルシーがちょっときついっすね、あチェルシーが、どうっすか、チェルシーガールがちょっとな、チェルシーガール歌って歌って踊って弾いてですから俺も、もうやめるかそんなこと言っちゃうとね、もしかしたらこのまだ入ってるかもしれないな、いやあれはもうないでしょ、いやでもないよあれはきっと、俺あとシンビガンブギーがゲロ吐きそうなあ、そうマジで、あ、そうですか、はい、うん、あ、じゃあ次、うん、ね、とりあえずまあ質問がこのぐらいで、また後でやりますからね、うん、それでですね、A 曲のまたこの7位ですね、うん、イエロー、7位、あなたが選んだイエローモンキーの好きな曲、うん、何でしょうこれはね、あ、ここだ、じゃあね、うん、あ、うん、イーカーブーさんね、シルクスカーフに帽子のマダムです、メデム、ね、うん、ね、でピーカーブーさんがね、シルクスカーフに帽子のマダムは女の悲しさやしたたかさが痛いほど伝わってきて、いつもたまらない気持ちになります、天才だね、イエローモンキーは、中島みゆきを超えた銀牛人で、ヨロビンちゃんは、私が死んだらもっと、まあ、きっと儀式でこの曲を使ってもらう、葬式でか、ごめん儀式でね儀式じゃないね何教だよ頑張ってます、うん、それ以上はやめてね、うん、しみじみと書いてありますけどもね、うん、本当にね、この曲はあのバンドでやろうとした時結構ね、うん、あの冒険的な曲だったよね、うん、すごいシンプルだしね、うん、これはでも本当メンバーの年輪がものを言うんじゃないですか、うん、でもそう海の苦しみ、海の苦しみね、これ結構まさに、うん、そうだろうね、うん、俺は元の曲を作る時は割と簡単にできちゃったので、それはやっぱバンドサウンドするのはやっぱかなり難しいよね、うん、これはね、これアルバムできた時のイメージっていうのが一番なんか違ってたな、最初のイメージと、あ、そう、うん、あのね、だからほらリズム取りやってる時、そうそうそう、あれでもこれもうね、うん、ちょっとイメージこれでいいんじゃねえかよみたいな、あ、これでいいんじゃん、いいんじゃんっていう、うん、これでいいんじゃんと言って出来上がったこの曲を出てきましょう、7位、シルクスカーフに帽子のもの、そんなとこ触んないでよ、やめてよ、この話を聞かないでよ、いい子に会ったらドキ、吉井和也のミッドナイトロックCD、いい子に会ったらドキ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 、ダジャレだよーん、いよーん、今度は私なんで、なんですか、いやいやいや、まだ何も言ってませんぞ、ちょっと言っちゃって、言いますよ、そう、私アニーがね、こう皆さんのダジャレをダジャレを読まさせていただきたいと、代弁して代弁して代弁して、いやいや代弁してすんですんで、はい、行って、はいはい、はい、でトントンして、まずはビジョンがね、はい、どうぞ、まずは、はい、まずはビジョンじゃなくていいんですね、はい、行きますよ、大田区のそうな顔してるよね、何が、いやいや、大田区の、はい、大田区の、大田区の家なき子さん、家なき子さん、それかわいそうそれどうすんだよ、嬉しそう、ピンクパンサーが郵便配るさこの企画、ね、いってあ、それ、はい、いっていって、ごめんなさい、あ、これごめんなさい、ごめんなさい、4回書いてあります、あ、ちなみにね、そうで、うん、次の方、次の方、堀米千恵さん、ほら、うん、千恵さん、さつきみどりのシャツ黄緑あ、ごめん、これは、うん、どう、次、はい、我慢大会じゃないですか、皆さん、いいですかいやいや、一つ進んでください、はい、うん、お次、お次、お次、これお次ですか、どうぞ、読めない石の、読めない石の強い子みろこさん、うん、はい、うん、多分、ま、今週読まれないと思いますが、ペンネーム女王様の実の姉のみろこです、うんうん、女王様してる、吉井さんのラジオにハガキを出しました、いてて、はい、では早速いきます、早速、お、忍者は何忍者、
床屋に行く床屋、うん、鶏肉が取りにくい、うん、レバーを食べれば、うん、次行きます、はい、はい、次行きます、待ってました、これが次が面白いんだよ取っといたんだからあんたさっきと全然違う、次でガソリン満タン、茨城県いいですか、ヒズさん、はい、いいですか、お待ちしておりました、リズム隊七重さん、七重さん世界のロックスター編ですからね、世界のあロックスター編、ロックスター編、ロックスター、それは楽しみだ、楽しみだ、うん、ねえねえこのスカート地味変、うーん元は面白いんだけどな、ゲーゲーゲー、うん、それでではどういうことですか、いやいやいや、あこれ飛ばしちゃう俺これね私のお気に入りでね、うん、誰も笑ってくんないんですけどね、うん、ちょっと生かさして、うん、さ先ほどのプリン姫さん、うん、あプリン姫さんすごいなね、二冠王、二冠王、うん、いいですか、はい、はい、パプアニューギニアでパパは牛乳屋、はい、はい、イエローモンキーのあなたが選んだベストデン第6位はチェルシーガール泣いた、やっぱりさっき言った通りチェルシーガールが6位に来てしまった、結構疲れんだよね、疲れる、うん、ね、歌って踊ったらダジャレがさ、うん、ね、バプラドンカルメさんから、ね、うん、ギターで終わりまでコピーできた唯一の曲、当時コンサートでエマさんの手のポジションを見て確認したりして、うん、でも立って弾けないエマちゃんがね今日来てくれれば、そうなんだ、本当に喜ぶよ、もう喜ぶね、次杉山さん、ヒロミさんね、はい、チェルシーガールは私がザ・イエローモンキーを好きになったきっかけの曲です、はい、ね、ね、すごいね、人気者だね、うん、チェルシーガール、チェルシーガールすごいね、うん、次、名前書いてみんや、うん、なんで名前書かない、そう君恥ずかしいことしてるのか、書いてあった、こんなハガキでごめんね、うん、ね、チェルシーガールこれを聞くとアニーのドラムだっていう気がすごくするんです、おおおお前ダジャレどうしたんだよ、いや第6位チェルシーガールチェルシーガールでございました、先ほどからお伝えしてますように、今日はね、はい、11月24日中野サンプラザホールの特別電話予約でございます、はい、できる日でございます、ね、もう電話が電話だって、電話じゃんじゃんと電話で一緒に電話電話が誰だ今ちょっとね、ね、そう、うん、特別電話予約を行っております、うん、総合東京でね、東京0334059999、東京0334059999、もう大変だそうですよ、ね、すごいですか、5万円5万円って顔で分かるんだよさっき踊ってたもんね、あれはね、うん、あれは前ね、うん、そうね、結構な顔してます、ぜひね、あの本当にしつこいようですけども、ね、中野サンプラザ見てほしい、見てほしい、うん、え絶対ね埋まるよ声が不安そうじゃねえかなんか不安そうな不安そう、うん、いやいや怖い話が一人してダジャレね、能量能量怖い話、ね、夏はこれです、アニーのダジャレよりも寒くなるペンネームフーチさんからいてね、ロビンさんメンバーの皆さんこんばんは、スリードックナイト3日間行きました、ロビンさんの焼きそば最高でした、今日は怖い話してもらうはずだったんだけども ねちょっとね、それで具合悪くなっちゃったんじゃないのか、ああ結びつけますな、いやいや、あのねエマはね、あのまあね、今度またゲストに来てもらった時にゆっくり聞こうと思うけども、うん、ヒントとして、うん、女性の例に、あ深夜あれはおちんちん様をいじられて気持ちよかったっていう幽霊に、女の幽霊に、複雑な心境な、すごいサービスだよ、このサービスは何のサービスわかんない、いやでもね、ね、納涼ね、怖い話、でもこれみんないるからいいんだよ、一人で聞いてね、ミヒーセなんか今頃来てるもう怖い話言った瞬間もうオフレディーオフオフ飛ぶ薬そう見ちゃうだろう ね、いやしかし怖い話をいろいろ送ってもらいましたけども、うん、本当にどうもありがとうございました、そしてまたまたイエローモンキーのね、あなたが選んだイエローモンキーの好きな曲ベスト10 5位、いよいよ5位でございます、5位、これはね、まあ、古い曲なんですけども、うん、入ってちょっとうんと思ってしまったし、入ってすごく嬉しかった曲でございますね、うん、ラバーズオンバックスリート、くーこれはね、うん、イエローモンキー初の曲だよね、そう、俺が、うん、ね、あ、会いましたの、はじ、ね、そうね、この曲が彼これ、彼これもう
3、4年、うん、経つよね、4年、4年以上経つね。これも結構アレンジしたもんね、うん、やっぱりまめにアレンジしてた ね、うん、それが生きてるんだろうね、うん、ペンネーム親父知らずさんからいただいてます。切なくて泣けるから好きでございますとかね、うん、あとはロンドンブーツビデオを見て、ロンブーナイトのビデオが、うん、出てましたね、そういうのも、うん、自分の、うん、次、うん、ムーちゃんね、ムーちゃん、自分の情けなさに涙が出ちゃうっす。あれ、そんなことないんだよきっと。うんとね、ミルキーさんね、ピーカーブーの言ってた通り、この歌の切なさが好きです。バンチドバースは手に入らないので、ロビンのラジオでかけてもらったやつを繰り返し聞いてます。社長、この勢いで出しちゃいましょうか、バンチドバースね、うん、ちゃんともっとちゃんと働くからね、ね。じゃあ聞いてもらいましょう、バンチドバース、インディーズ版の中から、ランバーズオンバックスリート。メッドナイトラックシティ、フライデー、触ったらダメだってば。今夜はいいよ。で、先ほどからお伝えしてますけども、11月24日、中野サンプラザホール特別電話予約。あのね、ちょっとね、今かかりやすくなってるはず。うん。うん、ぜひこの隙に。まずいぞ。何が？今かけとかないと。今かけとかないと、ね。まずいぞ。もうすぐ、締め切り、ね、締め切りになっちゃうよ、マジで。うん、あの、電話番号もう一度言います。総合、東京03-3405-9999、東京03-3405-9999、総合東京ですね。うん、方まで。番号はお間違いのないように。ぜひチケット取って絶対に見に来てほしい。ちょっとルー大芝っぽいけど見に来てくれなかった、来ないと。というわけでね、ダジャレよね。そんなに泣きそうな顔してもらってもこの、ね、私はね、もうダジャレいっぱい来てたんだけど、お二方に選ばれてしまったので、いや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 、もうないでございますよ、面白いのはね。ちょっとお待ちしてました。これから、これからしま、強い子ミロコさんね、俺ダジャレな、こう時の運が味方しないとつまんないんだよ、の場合。こんばんは、近代麻雀の9月号に載っていたのですが近代麻雀その辺でもいいね載っていたのですが、 G何をしておる？は、G でございます。すまん。甘いけど。いや、結構好き。いやいや、これはダジャレじゃないかもしれない。根室で眠、あ、眠ろう。うん、あ、これいいや。もうね。次の方ね。次にね。よし。あ、来た。やっと来た。なんだっけ。キラ、キラじゃねえや。西野。これ絶対西野。あ、ペンネーム真空飛び膝蹴り。おはようございます、兄貴。ダジャレ行きます、はい、ね、踏切に進むカマキリ電車の切符がトレインこれ最後が好きで読んだんだよ。ああ、柳生博士かっこ100万円クイズハンターに似た言葉野球広島玉や赤木や吉井和也ごめん ね。ああ、そう、最後ね、セバスチャン、ね、セバスチャン、ロビンさんこんばんは、初めてハガキ書きます。前にロビンさんは京さんの番組にゲストで出ましたよね、うん、その、あ、先週その感想とかを喋っていて、あ、前にね、その時に京さんが、うん、ロビン俺をゲストに呼んでくれないかなはい、みたいなことを言ってましたよ。だから京さんをゲストに呼んでくださいよ。そこで私は京さんの知られざる世界を見たいです。京さんのプロモーションだな、これ。そこでダジャレです。マネーをいっぱい持ってる、まあね、ね、たくさんのダジャレどうもありがとうございました。もう本当にね、いやー、しかし通りの凍てつき方もね、いやー、読んでる自分もとても涼しい思いができましたけどもね、うん、そしてもう、もうどん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 いきましょうね、うん、もう4位になるんだよね。そうそうですね、うん、4位か、4位ですか、これ4位ですか。あ、そうですか、そうですか、記念すべきね、うん、ね、ファースト第4位はロマンテストテイスト、じゃーん。これもね、もういろんな思い出がね、あの、本当にうちのディレクターね、うん、イエローモンキーのこれは一つでここがどこがっていうな、もっともっともっと今度分かりやすくしない、アバンギャルドで行こうよ、8位これはね、だけど言わせてもらうフォローするね、エレちゃんになってやっぱね、エレちゃん時間を止まれとかね、入れないよ、やっぱツーコアのファンは。なるほど、そうなんだよね、そうなんだよね、うん、そういうことか。そう。それでロマンティストテイストに関して、うん、高島美代子さんね、ロマンティストテイスト、この曲はおちんこ、あ、落ち込んでか、おちんこ、落ち込んで元気のない時に聞くと元気出てきますね。ロビンさんの手の振りを思い出して、あ、これね、うん、元気一発って感じ、これじゃ分かんないね上げたり下げたり
サツサー佐藤真希子さんね、初めてイエローモンキーをしたのは TVK で渋谷オンエアのライブの CM を見た時でした。あんなやつ、そんなやつ、あ TVK か。その時この曲の一部分が流れていて、最近ニューローン一見でハマってしまい、ね、一目で、一目ね、一目なんか変なね、しまいました。本当にイエローモンキーを知ってから考え方とかいろいろすごく変わりました。そういう意味で私はイエローモンキーにはめた、この曲は私の中ですごく大きいです。あのね、あの圧倒的に多いのがね、ハマった、はめられた、洗脳、何なんでしょうね、これ。あとあの怖くて聞けなかった、ああそうハマ、うん、るのが分かってて、ね、分かってて、これはどのバンドにでもあることなんですかね。なんか独特のもんがあるバンドでしょ。俺もよくあるけどさ、聞いててハマりそうだなっていうのは、イコールさ、マニアックうわうわ、なんかベストでやってるのがなんか恥ずかしくなってきたとにかくね、いろんなもう全国の300億万人のねイエローモンキーファンの方から選んでもらったエロあなたの好きなイエローモンキーの曲第10位、4位は、4位、あ第10位じゃない、第ベスト10、第4位はなんと、はい、あなたが選んだイエローモンキーの好きな曲ベスト10、4位はなんとノマンティストテイストでございました。あのね、ちょっと、はい、私ね、はい、早口でしょ、すごくね、落ち着きないでしょ、だからね、今ね、間違い電話がたくさんいっちゃってるの、電話番号が早いから申し訳ございませんっていう、もう一回言いますね、電話番号ね、はいはい、東京03-3405-9999ね、寝ぼけて書けないでね、東京03-3405-9999、みんな寝てるから間違えないでね、っていうことでございましたけども、質問コーナーなーなーなーてんてけてんてんてんね、5万円つが歩いてるそこ5万円つ浮遊ですか、まあね、だ質問カエル、あ違う、ナミヘイさんね、どうもライブお疲れさんでした、スリドクナイトありがとうございました。この間友達と花火をしました、波平が勢いよくライターとつける火をつけるため言ったら、リスナー DJ なんとかかんとかとおばちゃんというあだ名の子が歌ってくれて面白かった、うん、さて質問ですがおばちゃんと何、波平それ言いたかったんじゃないのかコピーをね、イエローモンキーの、あーコピーね、僕のコピー、コピーをするスコア出てますか。スコアもね、これがね、社長ね、出てねえでございます。まあ、いや、あの、まあ、つっちゃった、そういうの見ないでコピーするね、それは上達の秘訣、耳でコピーせよ、どうせね、あのその辺のね、売れないスタジオミュージシャンが耳で拾って楽譜に起こすんだから、はい、当たってないんだから、絶対コピーできない、うちの楽曲は、楽曲だってで、私、イエローモンキーやるときは、コピー、ボーカルやると決めたんだ。かっこ、非正を目指して、イエローモンキー以外はベースをやるのだ。なんとかね。ね、なるほどね。で、皆さん質問です。トランク派が V 派か。ああ、トランクス派か。トランクじゃねえ、トランクス。トランク派か。トランク派かないよね。トラさんじゃないんだ。トランク。トラさん派かないかな。ありがとう。ブリーフ派か。みんなここは、ブリーフ、あのね、ヒーセが、あ、そっか、僕んち洋品屋なんだけどさ、それであのね、あの寝るときブリーフ、あのトランクス、うん、普段はブリーフね、よくあの遊びに行くとこんにちはしてるもん、うん、横からね、横からね、もうコンタクト外してるもん、もうね、うん、トランクス派ブリーフだよね。あのよく俺がホテルでフェラチオのサービスに行くとき、みんなヒーセとかトランクス履いてるね。そうそうそうね、まあそんな話はどうでもいいや、うん、一番寝相がいいのは誰、悪いのは誰がいびきをかきますか。兄全部兄いいのは僕、ああああ、エマも結構いいね、寝相、そうでもない、いやあそっか、朝入ったらすごかったりするよ、こいつ兄ツアー中部屋起こしに行くとね、寝る関係はもうひどいよ、ダメ、お前ワースト、うん、でもね、世界一だよ、でもね、エマもすごいよ俺隣の部屋だったりしてさ、全もう、俺が起きちゃうぐらいベルでっかい音で鳴ったのに起きやしねえんだから、それも1個や2個じゃないんだぞ、あれ待ったろってんだから、うんうん、いない者の悪口を言わないで、うん、って多分思ってんだろうね、あのお姉ちゃんとごめんね、口悪いんです、ね、うん、アニーなんかもうね、フルチン浴衣
もう下はめくれちゃってる、はみ出しゾンビって言われたからね。しかも半立ち、そう、半立ちゾンビ、半立ちゾンビ、半立ちゾンビ、ゾンビみたいな、半立ちゾンビ、ドラムも半立ちゾンビ、大変だよもう。何も言えねえぞ。大丈夫かな、まだ質問いけますかね。次はこれはありだね。あ、これがいいや。半田さん、半田由美子さん、半田さんね、うん、イエローモンキーの皆さん、こんばんは。ぜひお尋ねしたいことがありまして、ザ・イエローモンキーというバンド名は、会話の中に出てくるときは、うん、なんだこれ、まだいいとしても、文字にすると字数が多くて、頻繁に使う場合、書くのが面倒になったりして、略して YM だとテクノバンドのようだし、うん、Y に丸だけして Y だけを書くとね、なんかエッチ。で、イエモンという言い方も広く使われてるらしい。うん、中高生を中心に、けれど中高生を中心に、それありえない。ドラえもんとか機関車やエモンみたいで間抜けに聞こえてね、イエモンがね、嫌いなこの言い方、うん、なんかうまい略し方ないでしょうか。これはもうね、ね、機関車機関車ね、ね、題して題して、どうぞ先生、ザキンってやつ。あのさ、じゃあ、チラシを、そう、チラシを、チラシを手に持ってください。見ていただいて、イエローモンキーの、カタカナで書いたらチラシを ね、で、あれをはめ込みながら読んでいくと、いろいろね、いろんな読み方ができる。イロモンとかね、うん、イエキーとかね、そうそうそう、エロモンとかさ、で、今日のヒットが、今日のヒットが、ザキン、ザキンエロイモン。エロイモ、エロイモ、エロイモって呼ばれたら、はいっつっちゃうね。はい、エロイモ、おい、エロイモ、エロイモ、はい、はい、ね、そう、じゃあエロイモじゃねえね。これからはね、皆さんエロイモと呼んで、エロイモだからね、これすごいよ、なんか芋のようなね、もうね、股間の、そう、エロイモね、なるほどね、いろいろ質問来ておりますけども、時間の関係とかね、ありまして、ちょっと今日読めません。そして、そしてですね、同着、これまたね、2位、2位、ついにベスト3に突入ですね、突入、これがね、第2位ね、同着、うん、This is for you と、うん、Welcome to my dog house、 これ、とりあえず This is for you の方かけてみたいと思うんですけども、 This is for you ってあったっけ、探してない。This is for you は、ね、雨のね、いろいろね、なんかわけが、でも段取りがちょっとうまくいきませんんですけど、それがイエロー、あ、まあ、曲の後にでもハガキは紹介したいと思います。イエローモンキー、あなたが選んだベスト10第2位は This is for you。 モンキーの好きな曲ベスト10第3位っていうんですか、これはね、同率2位、同率2位ね、 This is for you でした。あの、やっぱこの辺になってくると、ある一時期の曲でございますな。うん、ある意味ね。うん、思い出深いですね。やっぱり、あの、ね、本当に今が別にね、手を抜いてるわけでも何でもないんだけども、うん、やっぱり状況が変わってきてね、うん、作風とかアレンジとかも変わってくるんだけども、うん、この頃はやっぱりすごいしつこくて、しつこいだけどすごい分かってもらいたいっていうアレンジっていうのがね、やっぱり一番こう目に、耳につきますね。そうですよ。ね、それで This is for you の、おはがきが来ております。美川さん。かな、東京都西多摩郡の美香さん、気がつくと口ずさんでる歌、あらね、イエローモンキーの場多いですよね、超極細ラーメン、曲の展開に入れて、展開、あ、曲の世界に入れて展開がたまらなくかっこいいから、うんうん、展開ね、堀米さんね、別に君を傷つけるつもりはないのとこのリズムが好き、そう、リズムがね、結構ね、フロア系のリズムが好きみたいですね、皆さん。みんな、これね、ドン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 ってね、サードそんなんなっちゃったり、気持ちはわかるでございます。余計なことを言うな。で、最後に安倍さんね、バンチドバース発して、あ、はいはいね、This is for you、マルジで詩を聞いて泣いてしまいましたと。いろいろなね、思いがあるしね、ライブで見て好きになる人も多いだろうしね、青年館で好きになった人が多いみたいね。あれはね、本当にね、別に、あの、なんですか、見た人はわかると思いますけど、うん、最後のアコギだけでね、私が歌うところでエマが寄り添ってきたんですよ。俺は偶然なんですよ、本当に。でもそこがすごいね、わざとらしくなくてよかったでしょうね、きっとね。そういうとこはやっぱメロメロですな、本当にね。いや、しかしね、スリードックナイトもこの間ね、無事に終わらせましたけども、終わることができましたけども、今日はもう8月27日ですな。もう8月も終わりですね。いやー、本当にいろいろ、毎週でも結構ね、
リハーサルとかもビンビンに入っていて、そうそう、もうライブリハ、ライブリハだったからね。ね、ライブリハ、ライブリハだよね、まさに。その間になんかこう、いろいろ入ったりして、ちょこちょこ入ってね。結構、あの、目まぐるしかったですけどもね。本当です、忙しい、うん。でも、おかげさまでね、全部ソールドアウトになって、なんか、もう損したとか、こんなはずじゃなかったっていう人もいなく、いずに、ライブもね、無事に終わってね。どうですか、スリートクナイト終わって何か。うん、やっぱり、なんていうのかな。パワーステーション、パワーステーション、3日ぶっ通しでやるのと、そのね、うん、毎週火曜日みたいなのってかなりノリが違ってくるし、ね、でゲストがいたりとか、うん、最後ワンマンだったりとか、うんうん、そういうのもう全部総合してやっぱり、うん、いい夏だったなと私は思います、うん、思うよね、うん、君はすごい、そう、こう 3days とかあのセッションとか、うん、いろんなね、初めてじゃない、うん、でね、夏祭りって感じですごく楽しみだ、うん、これ結構さ、あの、うん、ね、忙しかったからさ、やーってやっちゃったけども、うん、結構大変なことやってんだよね、うん、まあ、足も当たり前だけどさ、そういいよ、メニュー同じとかだったらね、うん、変えてね、うん、割とやる方も嫌だしね、メニュー一緒だとでね、うん、結構ね、そうそうそうそんなとこではあるんですけどね、そうそうそう、まあ、得なとこでもあるんでかね、うん、あのセッションも結構ね、みんなやっぱりすごい実力のあるバンドだったから、うん、1回のスタジオで OK だったりするけども、うん、これは結構ね普通はうまくいかないですよ、このセッションっていうのは、うん、うん、私もね歌詞とか覚えるのなんか大変だったですけど、フーとか自分で何語歌ってんの俺やと思ったりもしましたけどもね、うん、結構ね、とにかく対バンになると思えるね、そうだね、うちは、うん、今回のこの対バンはいい意味で、いい意味だったら変だけどもね、すごくいいバンドだったからね、うん、いや、あの結構ほらやっぱり色物的に見られたりするからね、うん、イエローモンキーはね、あのちょっとテレビ出たらみんな根がお笑い物好きだからおちゃらけてみたりさ、あの根がみんなすごく純だからさ、すごくあの手で隠しでなんかやってみたりとかさ、うん、結構ねそういうのがあったり、あったりするんだけども、マガジンバトル、これはちょっと、ちょっとわけが違うよ、本当に、うん、いやいや大丈夫だよ、うん、大丈夫だけども、大丈夫だっつうの早く知らしたいよね、そうだよ、うん、もう待ってんのが嫌だ、待ってんのが、あのね、うん、本当にね、こういう時は本当俺たち子供だからね、うん、本当に無茶するよ、そう俺そういうとこ好きよ、そうでしょ、むき出しだもん、そうもう露出しまくるよね、本当に、とにかくあのあんまりでもねそこまでしなくてもっていうぐらいのことはしね、山本の年明けの内部の時で言うのみたいなやつ、うん、俺初めてこの家に来るよって言って見に行って、ありがとうございますねえ、ぶっ壊したもんね、いろんなもんね、いやとにかくあのすいません結構ほらバトルはバトルなんだけどもさ、うん、やっぱり音楽やる人たちのバトルだからさ、うん、結構不快にさせてもしょうがないし、ね、そうそうそう、生きてる人ね、うん、あくまでもこうやっぱりなんか嫌いな人でもさ見てさ、うん、なんか勢いあるのは分かるわねとか、そんな言い方にするみたいな感じでございますけどもね、とにかくマガジンバトル30日もう明日明後日かしあさって、しあさって、うん、もうソールドアウトでしょこれも、うん、すごいです ね、あの来て本当に独自のダンスでも何でもいいから踊ってほしいということで、さっきの同率2位、うん、ウェルカムトゥマイドッグハウス、やっぱりこれは来ちゃったね、これはもうしょうがないでしょ、これはいいでしょ、これはもう何やる時もこれ頼ったから、うん、励まされたよね、励まされた、曲に本当曲に慰められてね、頑張れ今度頑張れとか言って高橋敦子さん、近橋の人ね、91年の CD 発売記念ライブで初めてイエローモンキーを見た日に好きになった曲です、この曲はずっとやってほしい、うん、イエローモンキーがどんなに売れてもいつまでもやってください、ラママが似合うこの曲は、ラママね、うん、似合うねこの曲は、本当にラママをイメージしてねアレンジとかしたもんね、うん、結構ね、次これ名前がねえぞ、ないな、ウェルカムトゥーマイドカス、これはもう絶対に外せません、うん、ね、野上さん、新潟だぞ、すごいな、すごい、やっぱりロビンさん、あこれ違うな、これ違った、ごめんこれだ、オカルト K さんね、ウェルカムトゥーマイハウス、ウェルカムトゥーマイドッグハウス、なんだこのタイトルはね、やっぱり書いてあるよ、どんどこ大鼓が好きなもので、ほらはあ、どんどこだよ、これから4000粒もどんどこ、どんどこ行っちゃうから、なんでもいっちゃう、どん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 ということで、やっぱり来てしまいました、ね、2位ですね、ウェルカムトゥーマイドッグハウス、はい、日本の皆さん、今日も君のプッシーを噛み砕いてやるぜ、ザ・イエローモンキーのミッドナイトライス、はい、
同率第2位でしたね。ウェルカムトゥマイドッグハウス、イエローモンキー。これ本当思い出ですな。思い出ですな。いずれね、今度中野サンプラザホールでやりますけども、もっと大きいところでね、なんかさっきハガキだったんだって、もっと大きい渋谷公会堂でやってくださいってハガキがあったんだって、サンプラの方がでかいんでしょ。一つ飛び越えてるんだよ。ね、あの音とかいいんだってね、サンプラの方がね、あとフォールが似合うんだって、バンドはサンプラの方が似合うんだってね、イエローモンキーはね、なんかちょっと横にね、こうなんか劇場っぽいね、そういうことでね、サンプラザで、それであのこの後どんどん大きいところに持ちの行くんだけども、その時もやっぱこのウェルカムトゥマイとかさ、やってみたいもんですな、あの時はなっちゃうね、またね、野望の歌ですね、野望の、野望の歌ですね、ね、まあ中野サンプラザ決まりましたけども、結構電話は来てるのかな、また一時期落ちたのかな、ちょっとなんか引き気味ではございますが、もう一回、もうでは番号言わなくてもいいかな、もう一回だけ言っとこうかな、優先予約ね、東京03-3405-9999 3405-9999ですよ、お間違いのないように、もうね朝ですけどもね、まだみんな出てますからね、ぜひ間違いのないようにかけてください。どうでしょうかね、この中野サンプラザね、タイトルがほら、そう、ハローマイラバーズ、ラバーズ、あり地獄で会いましょう。なんとも憎いいなせなタイトルじゃございませんか。ハマっちゃってハマっちゃってね。もう本当にあなたたち見てる人たちはそこにいるのはあり地獄なんだよ。そう。それだね。それ。私もわかんないイントネーション。会社系。会社系の話題で。でもね、さ、俺もこういうタイトルね考えてさ、こうって考えてさ、これどうとか言ってさ、やっぱりさ言うとさ。あの仕事関係の人ですか、ライターの方とかさ、プッて笑うんだよね、やっぱあり地獄で会いましょう、またそんなタイトルつけちゃって。でも実際そのホールでライブを見たら、まさにあなたたちはあり地獄だと感じるでしょう ね見てる人はね。これここがイエローモンキーの罠でございますね。どうですか、なんか意気込みなんかないですか。中野サンプラザ、中野サンプラザね、うん、ねえ、どんどん失礼、ゴムを指に巻いて、あ、これかね、ステップアップしてる、ステップアップね、だから前よりいいライブやんなきゃいけないし、そういうなんか自分にちょっとプレッシャーかかっちゃうけども、そうだね、あの青年間のね、すごいいいライブ自分でできたと思ってるから、その調子でどん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 、やっぱ青年間やっちゃったらもうホールの方が楽だね、ちょっと男子調ではありますけども、あのね結構ね、青年館っていうとね、あんまり俺ライブ見に行ったりとかしてないんだけど、例えばまあ武道館であるとか、そのサンプラザとかっていうのはやっぱり昔から外タレ見てるっていうのはすごい大きいの、なんかやっぱり外タレですごい印象的なライブをかなり見てるから、なんか吉井君の言ってるような日本男児的な、ところがすごくうずくっていうか、ね、もうなイギリスから来ようがアメリカから来ようがね、俺たちは俺たちのライブやるしっていう、なんか日本男児的な、そういうところで発揮したいみたいなね、やっぱりインディーズの曲をボコボコやって、ね、もうなんか新曲もやって、これからのイエローモンキーを楽しみにしていただきたいというライブにしたいですね、やっぱ中野サンプラザはね。そしてあなたが選んだイエローモンキーの好きな曲ベスト10の第1位でございます。ついにコアラ1位発表します。ないのね。ゲンドンサコボライブ、そうですか、これはさ、サコボライブはファーストに入れなくてさ、ね、やっぱりどうして入れないんだっていっぱい、ね、苦情やらね、いろいろ来たけども、はっきり言って私個人としてはセカンドでも入れまいと思ってた、揉めたよね、だけどやっぱりね、好きな人多かったんだね。入れてよかったね。これを聞いてね、入った人たくさんいたから。あ、そう。やっぱね。ああ、それでサックオブライフに関するお手紙が来ております。町山さん、茨城県のね。初めて聴いた日からサビのところが一日中ぐるぐると頭の中を駆け巡り、この曲でズブズブとイエローモンキーでハマっていきましたとか、いろいろたくさんいただいております。とにかく時間の関係でいっぱい本当に来てるんだけど、読めません。第1位、サックオブライフ。意外といえば意外だったね。この、何上位。5位ぐらい、本当にある時期に作った曲です。んで、そのセカンドの推してるアルバムが10位、9位、8位なんだ。ね、まあね、いろいろね。ほら。ね、いろいろあるだろうしね、コアな。
まだサッコーブライフなんかもうもってこいだもんね、うん、そういう風に選ぶにはね、そうまあちょっとね、いろいろねいやでもいろいろ参考になったよね、参考になったというかね。それにね、おはがきが来ております。翔太くんのママさん、私はザ・イエローモンキーのこの歌が好きですが、おしいさんこんばんは。私は22歳、もうすぐバスイチになる女です。あら、息子翔太2歳ともどもイエローモンキーのファンです。息子はザ・イエローモンキーの曲をかけると覚えたてのダンスを踊ります。1日1回はかけるので、かけるたびにこれはザ・イエローモンキーっていうのと言うのよと教えると、モンチーモンチーと息子は言っています。もうなんか朝にはぴったりのこと、ほのぼのとした子供からもう老若男女、老若男女、ね、若い人からお年寄りの方まで楽しめるイエローモンキー、やっぱ魂が入っておりますね。やっぱね、あ、結構そう、あ、そうなってんのか、あ、そうね。いやでも優先予約も結構ね来ましたけども、本当の発売日、イエローモンキー一般売り出しね、中野サンプラザ公演、本当に一般売り出しは9月15日。そうです。これはどうなん、ピアとかじゃないですか。そうですね、まあ、細かいことはよくわかんないですけども、この後ツアーに行ってね、そうですね、もうバガジンバトルでぶちのめして、その勢いでツアーに行って、また地方のお客さんどうもあっと言わして、ブリブリ言わして帰ってきて、太って痩せて、中野サンプラザのリハをやりつつも、サードのリハをやりつつも忙しいともう唾が飛びまくりますな、もうベロベロだよ、もうなんかベロベロですね。エマちゃんももうすぐ体調も良くなることでしょう、ね、大事に行ってみんなで祈ってね、あとあのイエローモンキーに今力を皆さんたくさんください、一人一人のね、みんなにね、本当にね、なんかお便りとかね、お手紙とか、本当にもうこちらはもう心強いくなるようなことがいっぱい書いてあって、結構ね読んでてパワーが湧いてきますけどね、というわけで今日も台風とかありましたけども、東風とか言ってたんですよ、台風ね大変だったね、台風ね、大変だった、はい、今日はもう晴れるのかな、晴れるんじゃない、快晴、快晴よ、快晴出ましたということでね、もうエキサイティングな2時間ではありましたけども、結構時間があるんでな、あ、ちょっとダイイングライズっぽくなってきたまさか、はい、ねえ、もうでもね、もう近くなるとね、もう今日の感想なんかじゃ一人ずつ聞かせていただいて、ひいせから、私から、あのね、ほんと10曲ですね、選んでもらったけど、本当になんか曲を作る方としては綺麗事じゃないんですが、ね、あのビリになっちゃった曲もあるし、ね、今日かかんなかった曲もあるけど、みんなあの同じように私たちは愛してます、その曲たちを、ね、だから皆さんもぜひ愛してください。ちょっと金八先生っぽいな、というわけで、さすが長老ですね、いやいや、でも本当にそうですから、兄くんどうですか。そうですね、意外っていうか、なんか自分たちで結局順番つけられなかったんで、こういう形でみんなに順番つけられて、あ、みんなはこう思ってんだなっていうのは分かって、すごく良かったです。本当に思い思いのフレーズ周りのね、詞もあったり、あのそれこそね、プレーとかね、演奏のそのレコーディングに関してのをね、なんかプレーのこととかもいろいろあってね、まあいろいろ本当に楽しいあれでしたね。いろんなこと思い出しちゃったなんかちょっとキュンとしてみたいな。とにかくまあそんなこともありますけども、今後ねイエローモンキーはステージでは鬼とかしてライブをやりますんで、8月27日は、あ、もう今日だね、30日か、雑誌バトル、とりあえず近いやつは会える時を楽しみにしていただきたいということ。